はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、抵当権の性質である不従性と随伴性、この2つについて解説させていただきます。基本的な部分なんで、しっかりですね、具体例入れながら頭に入れていただければと思います。まず不従性なんですけども、不従性っていうのは、非担保債権が消滅すれば抵当権も消滅するよといった性質、これが不従性です。非担保債権っていうのは、前回の動画、抵当権の基本ですねのところでも解説した通り、抵当権者が有する抵当権の大元となっている債権のことを言います。ちょっとこちら具体例見ていただきたいんですけども、 A さんが B さんに100万円を貸しました。で、 A さんからすると B さんからすぐ100万円返ってくるというのであれば全然問題ないんですけども、返ってこなかったら困りますよね。100万円を貸したけれども返ってこない、これ困るわけですよ。だから、その100万円を貸した保証として、この B さんが持っている不動産に抵当権を設定しましたという具体例なんですね。この場合、抵当権を設定した目的っていうのは、この100万円の貸金債権を守るため、保証するためですよね。この貸金債権のことを非担保債権って言います。抵当権の大元となっている債権が非担保債権ということですね。で、この非担保債権が消滅したら、この抵当権も消滅するよっていうのが不従性なんですけども、これはどういうことかっていうと、B さんが借りた100万円を返したら、この貸金債権って消滅しますよね。なくなりますよね。で、これなくなったのであれば、これもう保証する意味ってないわけですよね。貸したお金は返ってきてるわけだから、この抵当権ももういらないわけじゃないですか。あくまでもこれを守るために抵当権を設定したわけだから、もう100万円返ってきたというのであれば、この貸金債権は消滅しているので、抵当権を残しておく意味はない。ということで、これも消滅するんだよ。っていうのが不従性です。つまり、この具体例で言ったら、この貸金債権が消滅したら、同時に抵当権も消滅しますよ。という性質が不従性となります。で、続いて、随伴性ですね。随伴性っていうのは、非担保債権が移転したら、抵当権も移転しますよ。これが随伴性です。非担保債権が移転するっていうのは、まあ、いわゆる債権譲渡があったと考えていただくと分かりやすいです。例えば、A さんが B さんにお金を貸していた。まあ、これ100万円で全然構いません。100万円貸していた。そうすると、A さんは100万円の貸金債権を持ってますね。で、この貸金債権を担保するために B さん所有の土地に抵当権を設定してもらったといった場合です。まあ、こちらの具体例と一緒です。で、ここで、この債権を C さんに譲渡した。まあ、例えば、A さんが C さんにこの債権を100万円で売ったとか。まあ、そういった場合ですね。そうすると、この債権っていうのは、A さんから、もともとこう A さんにあったけれども、A さんから C さんにこう移るわけですよね。移ると、この抵当権も、抵当権者はもともと A さんだったんですが、抵当権者は、C さんに変わるんです。つまりこの抵当権は C さんに移るということなんですね。そうすると結果的にどうなるかっていうと、 C さんが B さんにお金を貸したということになって、もともとは A さん貸してるんだけれども、貸金債権を C さんに譲渡した、渡したということで、 C さんが債権者になるわけですよ、貸金債権の。だから、まあ、実質的には C さんが B さんにお金を貸したということになりますよね。で、抵当権者も C さんに移るんだということです。つまり、もともとは A さんが債権者であり、抵当権者でした。それが、この非担保債権イコール貸金債権を C さんに譲渡することによって、債権者が C さんに変わって、抵当権者も C さんに変わるよというのが随伴性なんですね。これが不従性と随伴性の内容です。個別指導では、この非担保債権と抵当権のこの関係性、ここについてもお伝えしております。これが分かると、抵当権がより一層理解深まりますので、この点については個別指導で解説させていただきたいと思います。もしあなたが理解学習を実践して1回で合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。
個別事情についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。